奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、ジャズのスタンダードである枯葉でアドリブソロを撮ってみようということで動画を作らせてもらいました。まあ、実はこの企画はですね、僕的には3回目で、まあ、第1回目と第2回目ありますので、まあ、もしよかったらそちらからご覧いただけると嬉しいです。まあ、やはりアドリブソロっていうのは皆さん憧れがあると思いますし、本当に難しいと思うんですね。で、僕もですね、実際に最初にこれを学んだ時にですね、まあ、何から手をつけていいのか全然わかんなかったですし、耳コピーして吹けって言われても、まあ、なかなか無理だよっていうのが正直なところだったんですね。で、そうなるとですね、やはりアドリブソロをするにあたってはですね、最初に何種類かフレーズを覚えて、それをパズルのように配置していくっていうのが一番いい練習方法かなと思っています。ですので今日はですね、何種類か枯葉で使えるフレーズをご紹介しますので、アドリブソロ全然やったことないという方とか、まあやってるけどちょっとフレーズなんか物足りないんだよなみたいな方いらっしゃいましたら、ぜひこの動画参考にしていただいて、楽しくですねジャズを演奏できるようになっていただけると嬉しいなと思います。というわけで、ぜひ最後までご覧ください。では早速いってみましょう。皆さん、アドリブソロを吹きたいってなった時に教本いろいろ読むとですね、まあ、枯葉からやりなさいって書いてあること非常に多いかなと思うんですけれども、なんで枯葉からいいのかっていうのをざっくりご説明していきたいと思います。まあ、ジャズをやってるとですね、2-5 という言葉たくさん出てくるかなと思います。これどういうことかというとですね、正式には 2-5-1 という言葉なんですけれども、この1にあたるコードがですね、基準になるコードです。この基準になるコードから数えて音階的に2番目と5番目の和音っていうのがそれぞれ2-5という名前がついてます。で、これらをですね並び替えて2-5-1っていう並びで演奏すると、非常にコード進行がスムーズですし、まあ、ちょっとドラマチックに聞こえると、そういったわけなんですね。で、この2-5-1にですね、それぞれいい感じに当てはまるフレーズっていうのがたくさんあります。ジャズでアドリブソロを取るときはですね、この2-5-1に合ったフレーズをいっぱい知ることによって、非常にスムーズにですね、たくさんのフレーズをいい感じに吹けるという、まあ、そんな理屈があるんで2-5-1を学ぶというわけですね。まあ、ちょっとこのコードに関してはですね、また細かく後日ちょっと動画出してみたいなと思ってるんですけれども、この枯葉という曲はですね、なんとこの2-5-1というのがですね、2種類しか出てこないんですね。まあ、本当はいっぱい出てくるんですけども、ざっくり言うと2種類しか出てこないというわけです。で、しかもそれぞれがですね、メジャーコード用の2-5-1、そしてマイナーコード用の2-5-1でできているということで、どなたでも学べるような曲になっているということですね。で、しかもメロディーも非常にシンプルなので、そういった意味で最初に枯葉をやりなさいということが多いというわけですね。実際に枯葉の楽譜を見ていただきたいんですけれども、これちょっとまあアルト用になってしまうんですけれども、これ分析するとですね、この G メジャーに行く2-5-1と E マイナーに行く2-5-1っていうのが入ってます。で、それがどういった順番に入ってるかというとですね、まあ、こんな感じになってます。これだけ見ると分かりづらいんですけれども、最初交互ですね、メジャーマイナーメジャーマイナーなんですけれども、後半がですね、マイナーメジャーマイナーマイナーみたいな感じで、ちょっと変則的ですよね。まとめるとですね、メジャーの2-5が3個、マイナーの2-5が5個出てくるということですね。なので計8個のフレーズがあれば1コーラスソロいけちゃうよっていうことなんですね。今日はですね、メジャー用のフレーズを3個、マイナー用のフレーズを5個ご紹介しますので、それぞれのまあ順番を入れ替えていただいたりとかですね、まあ、お好きなやつだけピックアップしていただくことでソロを取っていただくという、まあ、そんなメニューになっています。では早速メジャーキーに行く2-5というところから解説をしていきたいと思います。実際のフレーズこちらになります。それぞれですね、4分音符だったり8分音符だったり、まあ、いろんな音が入ってて、まあ、ちょっと難しいところもあるかなと思うんですけれども、まあ、実際に使えそうなフレーズっていうのをちょっと意識したので、まあ、少しだけ音多めにしてます。これをですね、まあ、そのまま単純に吹いていただければいいだけなんですけれども、なかなか譜面見てもイメージつかないかなと思いますので、こちら実際に演奏してみたいと思います。ぜひ楽譜見ながらですね、追っていただけると嬉しいです。こんな感じです。
い、ということで今メジャーキーの2-5やらせてもらったんですけれども、今度はですねマイナーキーにつながる2-5というのをご紹介していきます。こちらですね、まあ正直結構難しい感じにはなっちゃってるんですけれども、このまま使えるようにはしてみましたので、ぜひ練習をしてみてください。ではですね、こちらも実際に演奏してみますので、ぜひ楽譜を見ながら聴いていただけると嬉しいです。こんな感じです。はい、ということでここまでメジャーキーの2-5とマイナーキーの2-5というのをご紹介しましたので、あとはですねこれを枯葉のコード進行に合わせて当てはめていくだけという感じなんですけれども、枯葉の楽譜を見ていただくと分かるようにですね、最初が交互になってますね。メジャーマイナーメジャーマイナーになってて、その後はマイナーメジャーマイナーマイナーという感じで、後半がマイナーが多くなっています。ではですね、実際にちょっと枯葉の伴奏に合わせて演奏してみますので、まあ、これでちょっとイメージをつかんでいただいて、その後でご自身で練習するときはメトロノームなどでやっていただくといいかなと思います。一応僕なりの工夫としてですね、それぞれの段の最後はですねお休みにしたり伸ばしにしたりしておりますので、まあ、次の段で何を吹くかっていう考える時間にですねそこを当てていただくといいかなと思います。実際の演奏はこんな感じです。ということで通しの演奏を聞いていただいたんですけれども、まあ、これをですねご自身で練習するときに順番を入れ替えてみてください。例えばメジャーキー3種類ありますけれども、それをですね例えば今 1-2-3 の順番でやりましたけど 2-3-1 であったり 3-1-2 であったり、あとはですねご自身で作ったフレーズを間に挟んでいただいたりですね、マイナーキーもそうですね5種類順番にやりましたけれども、そのうち1種類はご自身のものを入れていただいたりですね、これをベースにちょっと工夫していただいてオリジナルのですねソロを組み上げていただけるといいかなと思います。全部のフレーズがですねこんな感じで覚えた感じのキメキメのフレーズにする必要はなくて、もう本当に好きに吹くパートっていうのと、あとはたまにですねこういった慣用句的な感じでちょっと作り込んであるフレーズを入れていただくと非常にまとまりのあるソロになるかなと思いますので、ぜひこれご活用いただいてご自身のソロのレベルアップに、ご利用いただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですねジャズのスタンダードである枯葉でアドリブソロを吹いてみようということで、動画を作らせていただきました。やはりですねアドリブソロっていうのは非常に敷居が高くてなかなか踏み出せないって方も多いかなと思うんですけれども、こんな感じでですねいくつかフレーズを覚えていただくだけで本当にまとまりのあるソロにどんどん変わっていくかなと思いますので、もし一歩踏み出せなくて悩んでる方いらっしゃいましたら、ぜひこの動画をきっかけに頑張っていただけると嬉しいです。この動画の内容をブログにまとめておりますので、もしよかったら遊びにいらして
してください。概要欄にリンク貼ってあります。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。